茨城県立藤城高等学校は、茨城県取出市下優に所在する公立の高等学校。藤高と略称、通称される。1973年創立。進学志望の生徒が多く大半が4年生大学に進学する。青藤館という空調設備が完備された特別棟があり、課外授業の教室や放課後の専用自習室として使用されている。 生徒数は1学年あたり240名程度で、2学年からの分離別クラスは、分系156名、理系84名の割合である。1972年7月8日、本館工事着工1973年4月7日、第1回入学式挙行1973年5月1日創立記念日1973年11月9日、 開校式挙行1974年9月21日、第二期工事竣工1974年11月21日降下、制定1975年4月8日、後期制定1975年12月13日創立3周年、記念式典挙行1976年3月2日、第一回卒業式挙行1977年6月6日、 校訓の非根流1978年4月検視定、福祉教育推進校1979年9月3日、プール工事竣工1980年1月31日校貨の非根流1982年10月8日、創立10周年記念式典挙校1983年7月、英語指導助手配置1984年3月12日日米、 交流プログラム第一改正派遣1984年4月件、指定、特色ある、高校づくりモデル指定校1984年4月1日男子、制服改正1990年6月文部省。指定、ティームティーチング研究推進指定校1992年3月12日コンピュータ室、改造工事竣工1992年10月16日創立20周年。 記念式典挙行1993年7月6日、県指定。また、富士共祭、駅伝大会、球技祭、体育祭といった競技では、優勝したクラスに、クラス全員分のアンパンが賞品として与えられる。部活動も盛んな学校であり、ほとんどの生徒が部活動に所属する。毎年いくつかの部活動が、インターハイに出場する。特に野球部、バドミントン部、 女子テニス部、弓道部、水泳部、写真部、吹奏楽部の活動が顕著である。野球部は、龍ヶ崎一校より異動で赴任した、持丸周一の在任期間中に、上層学院との県代表争いで、春夏連続を目指すが、2001年夏は、決勝で選抜同士の初対決で準優勝に、終わった。2003年夏は、 一昨年同じ顔合わせの決勝で2年ぶり2回目の対決で準優勝に終わった。その後、選手時代に、龍ヶ崎一校で、持丸周一監督の下でプレーしていた、菊池一郎が、森屋校から移動して不妊し野球部を2005夏、2011夏、2014夏の甲子園に導いた。公式野球部は、甲子園に5度出場している JR 常磐線。 関東鉄道上総線取出駅からバス、藤城高校、または、甲府大団地下車、ありがとうございます。